サトの2曲をやさる会に帰ります。お、後輩パイと言っていいぞ、うん、いいですね。ドラーカの両面ターツが2つあって1面ツある。さあそしてルミ先制リーチにたどり着きましたが、先ほどは引き負け、赤ドラの嘘を使ったメンツ、うん、堀も1面ツ赤1、うん、悪くない光景が多いですね。日向も1面ツ赤1、赤嘘ある、みんないいぞ。朝倉さん、はい、どうぞお好きな席に座ってくださいと言われたら、親や点数状況など、そしたら堀か、点数外れてポチの点数はそうですけど、はい、点数、すいません、ちょっと今の話です。あと親も全員同じ回数残ってると思ってください。シンプルにトンの一曲だと思ったら、これ誰のとこがいいですか、はい、あーそうか、猿川さんが親っていうことも考慮せずにってことです。考慮せず、猿川さんのとこかなと思ったんですけど、あ、じゃあ、うん、あ、親だったら猿川と、まあ、間違いなく猿川さん、はい、うん、全員子だと、はい、まあ微妙だけど、それでも猿川さんでいいかもしれないな。あ、なるほど、はい、あ、じゃあ相当親ということも加味すれば、はい、抜けてるというかいいわけですね。はい、猿川の手がいいという判断をした要素はどこですか。はい、まあ、打点と形が非常に良くて、はい、まあ、なんかすんなり両形で転敗できるかは分かんないですけど、ええ、まあ、時間かければいい街にも持っていけるし、仕掛けも効くし、まあ、かなりね上がりやすい手だと思います。ほう、他の人はちょっと愚形とかがもう決まっちゃってるところがあって、ええ、そこは解消できないとなかなか苦しいと思うんで、ドラーカーがあるサルカーの手ですね。はい、うん、日向さんもねこれで陥没層とかやっぱり、はい、ね、愚形が残っちゃってるんで、うん、サルカーさんの手はなんかどこが頭になるかもまだわからないじゃないですか。なんかそう考えるとですよ、ちょっとパーピンとか残したくなるなって僕思ったんですよ。あ、なるほど、まあ、チューンが若干の安全度があるとはいえ1枚出てるんで、はいはい、ただ3万引いた後とかは目いっぱいに、まあ、E マンとか切りつつ、うん、単用の仕掛けとやっぱカンチーピのフォローはちょっとしたいよなみたいな、まあ、これはあくまでも自分の理想だけを並べてるんですけど、すごい日吉さん鋭いというか、はい、うん、パーピン残した方が良かったかもしれないですね。なんかね、はい、あれ最終的に選択残らないウーピンローピンのシャンポンとかになっちゃう可能性もあるし、うん、まあ、スッチピンを先に引くとね、はい、特にパーピンいらないんですけど、うん、やっぱり3万匹とかはね結構痛いとは思うんで、あ、これで全く問題なし、仕掛けどうです、換算マン1枚出てて1枚持ってる、うん、チーですか、まあ、3万はチーでしょうね。はい、はい、こういう場合ってスッチ層から泣くのはどうなんですか。うん、泣いてもいいですけどね、その換算ワンが最終形ではないけど、うん、はい、一旦換算ワンのテンパイ取っといて、ええ、でそこからポンとかで街を良くしていくみたいな手もあるんで、変化もありますね、はい、ただちょっと打点がね5800っていうのが少し寂しいですけどね、うん、この手であればもう少し、はい、まあ、6000オールとか十分狙える手ですからね、はい、他の人はどうですか。日向がじわりといいシャンテン、官老荘と6、うん、キューピンですね。あ、おお、これは嬉しい、文句なし、両面両面、チーソーから泣かない、うん、そしてルミもカンチーマン残りながらイーシャンテン、はい、オリはリャンシャンテンですね。武家が埋まるといいけど、ちょっと順目的に6ブロックは厳しいか、リャンソーが3枚切れ、はい、ここは選んでいきました、うん、日向3層のチーはせず、いやー、これ両ピン残しぴったり、広がった、スーピン切ってめいっぱいのいいシャンテン、うん、広いぞ広いぞ、ここまで来るとね日向さんが一番いいですよね。そうですね、うん、これはちょっとローピン泣きたくないですね、できればリーチでいきたいですよおじゃないか、まあでも打点アップした、まあ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 、イーソーがまあまあ安全だけどまあまあ安全だけど、ペイはペイは1枚ゲーですか、連想が3枚見えてるワンチャンス、1人2人現物、うん、イソロが安全度高いと見た、なるほど、うん、自敗よりも数字の牌が安全な時ってのがあるんですね。そうですね、まあ、2人に完全に通ってるし、はい、日向さんも40面でヤンゾー切ってるのが最初の順チャン牌なんで、手拍子でパーンとイソ、はい、選んじゃいそうですけど、ここはしっかりと精査した方がいい場面ですか、はい、こういう比較は大事ですね。ああ早くリーチしたい、うん、スーピン、これはリャンワン切りですか、はい、お、これは仕掛けのルートはなくしましたが、目いっぱいのイーシャンテンでピンフイペイコーなど、はい、受け入れが一気に広がりましたよね、うん、さあ堀さんもそろそろ、ね、イーシャンテンにはなったんですが、そろそろねウーワンを切ってもいいかなって考えた順目だと思うんですよね。なるほど、
まあ、それか仕掛けを考えたか、うんうんうん、パーソードはまポンだなとかね、はい、おお、うん、なんという牌をさあリーチですよ。どっちを切ってリーチ、リーチ、はい、感のできる方。あ、なのでルーピンを切ってもリーチできますが、リーチ用にローピンを持ってきた時には感ができなくなってしまう、はい、さあ、この数ピンを仕掛けたのが、ルミです。カンチーマン、タンヤオ、ドライチの天牌が入りました、うん、サルカーの町はスッチーソー、山に1枚です。ペン3万ズーバーと引いて追っかけリーチ、おいです。ウーマンは中筋か、うん、リーチには遠いそうな牌でしたね、うんうん、さあ、リャンウーピン1枚、あ、全員1枚、1対1対1、なんというちょっとこう頼りがいがないマシですね、これは1枚ずつじゃまあでも、3本の矢か3人寄れば文字どっちか分かんないですけど、はい、3人いたら大体上がり出ますよ。3匹の小豚じゃないですか3がつくもの言えばいいってわけじゃないですね、はい、はい、なんかそれはちょっとニュアンスが違う気がします。失礼しました。でも日向います、これまだ日向もいますよね。日向いますせ、うーん、日向は天敗打牌がまあなんか危険牌打たされそうな感じですね。チーマン待ちがなくなったので、うん、チーマンが今通るんですけど、おー、ウーピンが、あ、掘りなくなっちゃった、あら、え、これ何切るんだ。ソード牌あります？ないないない、サルカワさんにソーズが通ってない、ない、うわーきついな、これうわ、これリャンピン打つかもね。リャンソー、3層のワンチャンスだですね、はい、うわ、まだないよ、テンパだよ、チーマン通るのよ、今なら堀には通りそう、うーん、リーチ、リーチいった、サブローソーだ、おー、これが多いかな。いやでもあっても2枚ぐらいだな、パッと見が。チーピン通るんです、ルミピンチ、ルミピンチ、世界だ、危ない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 、このチーワンはありがたすぎる。サブロソ2枚だ、うん、0対1対2、うん、なんという薄い枚数のめくり合い、また掴んじゃった。いや、きついなこれ。8000リーチピンフドラーカウラ8000点は日向の上がり、振り込みとなったのは猿川、泥沼から抜け出せない、う